ルシー、プレミアリーグ史上初のウルトラ珍記録を樹立。チェルシーは全てのコンペティションで6試合連続で2得点かつ2失点した初のトップチームとなりました。これは1989年の11月以来の記録です。かつて記録したチームもチェルシーです。得点がいっぱい入る試合を見たいそこのあなた、ぜひチェルサポになりましょう。でも6試合無敗なんがおもろい。普通じゃないから見てて楽しい。ユナイテッドつまらん上に負ける、チェルシー面白い上に勝つ。勝てばいいんですよ勝てば。なお直近の試合チェルシー VS ユナイテッドでは 4-3 でチェルシー勝利したのだが、ユナイテッドは10年前のサッカーしてたし、チェルシーは20年前のサッカーしてた。ただ、パーマーだけ現代サッカーしてた。それだけのことよ。一角が今のユナイテッドに3点入れられてるチェルシーもやべえからな。ポチェジジーのチェルシーはユナイテッドに AT で逆転してすごいな。マジでポチェジジーは有能だからこれからもチェルシーで頑張ってもらいたいね。マウントはもうチェルシーにはパーマーというアイドルがいることを肌で感じただろうね。育った環境ではなく生きる環境がベスト。ユナイテッドで頑張って活躍してください。あのクソ審判いなけりゃ負けてた不正ゴミクラブチェルシー。チェルシーをバカにするのはダサいぞユナサポ、文句は審判に言うべきだよ。ごめんなさい、チェルサポ怖すぎ、こんなにボコボコにされると思わなかった。買収呼ばわりしといて被害者面できるの気違いすぎて逆に再現倒立しながら竹トンボオナニーしてくれたら許しなしだよね。曲やムーブしてみんなやるやろしたらと半端なんだよ。最初は青原おりげで、こいこってやつはおられるか気分のあるやつだけやぞ。似た者同士でさ。